星の王子ゆうちゃんです。今日の話はですね、やりたいことリストっていうのをね、いっぱい書いてるんですけれども、なかなか人生がうまくいかないんですよねっていうね、そういう質問をいただきましたんで、それにお答えさせていただきます。やりたいことをねいっぱい書いて、やりたいことだけをやっていくっていうね、よく言われます。でそれは趣味であれば、それでいいかもしれませんけども、あなたがそのやりたいことを職業仕事としてやっていきたいんであれば、重要なポイントがあります。それは何かって言いますと、自分がやりたいことの前に、仕事としてやるっていうことは、あなたのお客さんがいるわけです。そのお客さんの困っていること、悩んでいること、それを解決する、つまり役に立って初めて職業として成り立ちますので、やりたいことリストの他にですね、困っていることですね、困っていることリストっていうのをいっぱい書き出してみてください。あなたがやりたい職業、例えば整体としますね。整体という仕事において、あなたの見込み客、お客さんとなる人は一体どんなことに困っているのか、それをね徹底して書き出すっていうことをしてみてください。つまり自分がやりたいことやっていいんですけれども、やりたいことと困っていることのこの掛け算でね、決まってきますので、やりたいことばっかりやろうとしてもね、それがお客さんに届かなければ全然役立ちませんので、ぜひね困っていることリストを書いて、それに対する解決策を一個一個考えて、それを提供するようにしていってみてください。そしたら必ず人生はうまく回り出しますので、やりたいことばっかり考えてやるねっていうのは大事ですけれども、もう一個大事なことが、あなた以外の人が何に、お客さんとなってくれる人が何に困っていて、自分は何を提供できるか、どんな解決策を与えてあげることができるか、それをしっかり考えてみてください。今日の話は以上です。バイバイ。